現実化してほしい、これを。夏夏夜祭り、夏野菜とか夏夜祭り、ああはいはいはい、すごいすごい、なんかこのようになりそうですね。で、段ボールに詰めて火をつけるらしいです。量量すごい。今度は日が強くなってきた。今度はやっぱテント出すか。ただ飛ばない手立てがいる。そうですね。なんか立食っぽくてしたくて、はいはい、で椅子別座っていいよって感じで。乾杯。これ何の食べ物ですか？ナスとピーマンを玉ねぎ麹で炒めて、うん、自家製の味噌で炒めてます。見た目アジアンだけど和なんですね。あ、そうそう、和です。イアンバネゴミ。すごい、自分でビュッフェみたいにしてる。前もビュッフェだった。これこれ、やっと始まったやっと始まったわ。これこれ、あーどうぞ。もう炒めただけですよ。生姜一つだから、炒めただけでめっちゃ嬉しいと。ね、これから若い人に頼むの私たちは。これね、100円とか200円、100円は言い過ぎた、200円しないぐらいの。そうなん、197円。醤油味やね。はい。食べれて嬉しい。普段ほら、そのお家に行かない限り食べれない。新しいマップが艶崎宣言にできました。こちらが、艶崎宣言気軽にお散歩マップ2020。バイクみたいになったよ。すごいな、これ相当やべとやろ。カーブとか IQ ってないじゃん。自転車走るときインスタライブしないといけ。おしまい。